はい、小木の時間です。 J です。ギター初心者講座ね、復活したいと思います。まあ初心者といってもですね、初級ですね。ギターを買って、練習している方のための参考的な、動画にしていきたいと思います。ちょうどね1年前、7月にですねドレミアソラシドをやったんですね。その時は開放弦だったんですね。この開放弦を今日はですねちょっとステップアップして、開放弦じゃないドレミアソラシドをやってみたいと思います。まず見本を見せますね。はい、こうです。はい、今まではですね開放弦では小指は使わなかったんですけど、開放弦じゃない時は小指を使います。だから小指の練習をちょっとやってみたいと思います。ですね、例えば小指の練習をするときにですね、2フレット3、4、5と、順番に弾いていけばいいのかですね。感じです。これができたらですね、ね、レはここです。ドレミファソラシド。はい、ちょっと開放弦よりか、まあちょっと難しいですけど、そんなにはね、難しくはないと思うんですが、もう一回いきますね。はい、いかがだったでしょうか。これを練習してみてください。はい、これができたら今度は続けて、ここのところちょっと間違えてしまいましたね。ドレミファソラ、そこで伸ばしてシドですね。ドシド、でここでよかったらこの時にここで小指を置いて、あ、小指ですね、ごめんなさい。はい、はい、ここまでできれば OK です。これが初級ぐらいですね。開放弦を使わないドレミアソラシド、はい、いかがだったでしょうか。できましたかね。フレットを覚えたらいいですね。最初のフレットを3、5、2、3、5、2、4、5。で、こっから3ですね。6。これができれば初心者は卒業です。もう初級ぐらいですかね。
まあ、初級って言ってもね、まあ練習してみてください。小指の使い方、小指はね結構ね使うんですよ。例えばさっきやったね、こう D のコードで一つ押さえるだけで音が違ってきますからね。これはもうよく出てきます。はい、いかがだったでしょうか。ね、やっぱ今日小指の練習ですね。小指の練習、開放弦よりか難しいんですけど、ね、難しいんですけど、これをやっておくと指使いの練習にはなります。これの基本はドですね。ドの音がですね、とドシラソで、あとはもう一つ、ここはどうなんですね。ここと、8フレットですね。3、4、5、6、7、8、8フレット、これどうです。同じ音ですね。こういうドレミファソラシドもあります。これドレミファ、これちょっと長いですね。この長いです。これが 1,2,3,4,5、 だからかなり、ポジションが上になっていくと、こう小指をね使う率が高いので、これを練習しましょう。今日はですね、ドレミアソラシドを2つやってみました。はい、練習をしてみてください。はい、よかったらチャンネル登録のお願いします。アコギの時間でした。それではまた次回。